ああ、おかえり朝帰りとか珍しいね何かあったん言いにくいことそりゃそっか彼女の目の前で他の女に寝とられましたなんて報告する彼氏いないだろうし <laughs> そりゃ知ってるよ 君のことなら大体何でも <laughs> ああいいいい土下座とかしなくていいから私そんな気にしてないしうん君が浮気する人じゃないのは知ってるから無理やり襲われちゃったんでしょそっかじゃあいいじゃん君をむやみやたらに責めるつもりないよ私すでに傷ついてる君に追い打ちかけるほど残酷な人間じゃないし そういういこととりあえず今から朝ごはん作るねお腹空いてるでしょん任せといてとびきり美味しいご飯で満足させてあげるから <laughs> お待たせはいどうぞ彼女特製簡単な洋食セットだようん召し上がれおかわりもあるから好きなだけ食べてね 松様、ま、ご飯食べ終わったら眠たくなったそっかじゃあ君が寝つくまで一緒に添い寝してあげる寝室行こっかんうんう今日はお疲れだったね好きでもない女と嫌な思い出作っちゃってさ大丈夫大丈夫私がそばにいる たかが一回の過ちで君のことを見放したりしないうんおやすみなさいいい夢見れるといいねさてっとまずはこの子のスマホをっとああったああ これかチャットのやりとり的にもこの女で間違いないかなさあなんて送ろうかなこのスマホの持ち主の彼女ですせいぜい夜道には気をつけるようにと送信これでよし後で特定して人の彼氏に取ってくれたお礼参りきっちりやらないとねあとは この子の子かなクソ女との思い出は一切合っさ消してやんなくちゃ何 <laughs> も知らずにグースか寝ちゃって無防備で可愛いいね今から無理やり襲われちゃうっていうのにさ君が悪くないのはもちろん分かってるよでもさやっぱ悔しいじゃん 自分の知らないところで大事な彼氏が好き放題されるなんて普通に許せないよね私君が思ってるほど優しい彼女じゃないからねだからもう一回上書きしてあげるんだぐっちゃぐちゃのズブズブになるまで襲いまくってあげるから死んじゃダメだよ